トリガーも他のみんなも聞いてくれ。作戦は成功した。エルジアの防衛戦力を無力化し、アーセナルバードだってぶっ潰した。だがあの2機の新型無人機がいる。あれらが全てを買い上がった。あのたった2機のためにオーシアとエルジア有志連合の航空戦力はボロボロだ。まともに飛べる機体があるのかさえ怪しい。しかもスクラップクイーンの話だと、あいつらは軌道エレベーターの通信機能を使って自分たちのデータを大陸各地の無人機生産工場に送ろうとしているらしい。自分自身を増産するためだ。しかも戦闘経験を積んで能力的に進化を遂げたデータに更新した上で増殖するだろう。戦争どころか、この星を人間じゃない者の手に渡すことになりかねない。俺たちは何としてもあの2機を落とさなければならない。俺たちが帰り着きたい。俺たちの家を守るためにも。さあ、俺たちにはスクラップクイーンがいる。どんな機体でも飛べるようにしてくれると言っている。最後の大仕事だ。トリガー、行こう。生きてこの戦いを終わらせよう。ストライダー隊、発艦準備完了。おい、聞こえるか？そいつは最高の状態に仕上げてある。キャノピーもピカピカに磨いといたぞ。空がよく見える。行ってこい、トリガー。向こうで何が見えたか後で聞かせてくれ。貸してくれ。トリガー、一緒に行きたかったぜ。不調機や負傷者では足手まといになる。だがな、俺も同じ気持ちだ。さあ行ってもいい。いずれにしろこれで終われ。どう転ぶかは彼次第だ。これが例の彼か。そうだ、今飛び立ったのが彼だ。エルジア機も結構残ってるな。オーシア機だってなかなかしぶといぜ。どの国に所属しているかはどうでもいい。重要なのは我々は戦うべき相手を知っているという点だ。違うか？そうだ。そしてここにいる者は分かっているはずだ。誰についていけばいいかを。作戦を開始する。次、トリガーに続け。了解。了解した。了解。了解。了解。軌道エレベーターには放送通信機能がある。通信インフラがダウンした今、広範囲にデータを送れる唯一の施設だ。 UAV はその電力の復旧を止まってるんだ。賢い野郎だな。スコールリーダーよりロッドキャスター、飛行方向に UAV を確認。すでに前へ。次、スコール隊に合流。取り囲んで落とせ。ストライダー3、了解。行くぞ、風船。見えか？UAV が動きを変えた。早いぞ。各機、注意しろ。現役行動に入れ。コールス、また来る、逃げろ。こちらコールス、大丈夫だ。
陸上。トライでいる。トリガー
あのエースか。信じられん戦いだった。帰って息子に自慢するとしよう。起動エレベーターの電力がたった今復旧した。間一髪だったな。トリガーの起動まで学んだ可能性のあるデータだったが、拡散は防ぐことができた。さて、実は特別なワインを持ち込んでいたんだ。今から開けるとしよう。聞こえますか？無人機が一機飛んでいます。なんだこの声は。いや、それより無人機は全てトリガーが撃墜したはずだ。翼を脱ぎ捨てて飛行を続けています。聞こえる人はいますか？あの機体は絶対に落とさなければなりません。彼女の言う通りだ。レーダー上に反応が出た。 UAV はまだ健在だ。海底トンネルに侵入。海底トンネルの先は起動エレベーターだ。どこへ行くんだカウント。みんなトリガーを頼りすぎんだよ。まさか。おい無事だカウント。おいおい、その無茶をやらせようとしてるんだろう。トリガーに奴は特別だ。俺だって。この大バカ野郎。カウント、状況を伝えてくれ。生きてるよ。よし、2機とも無事だな。どういう理屈でそうなるんだ。時間がない。無線はすぐに聞こえなくなる。無人機によるデータ転送にはわずかな時間しかかからない。タロ、UAV 発見。ついに姿を現したな。ゲートの封鎖と同時に妙なノイズが聞こえる。まさか UAV がゲートを動かしてるのか。タイルを断たれた。戻れるって話だったが。無人機がいねえ。別の通路があるのか。慌てることはねえ。向かう先は一つだ。いつか追いつく。ここに無人機。クソッタレ、今のでやられた。ひなした。クソ。主力は無事のようだが、十分な水力が得られねえ。エンジンか。大丈夫だ、まだ飛べる。ラダーの調子も悪い。バランスが取りづらくなった。出力が上がらないが、まだなんとかなる。まずいな、いや、出力が上がらない。無人機が旋回しました。データを送ってやがるんだ。撃ち落とせ、トリガとなれたこと。なんだこの通信は。
こちらは宇宙船ピルグリム1号、船長の永瀬圭。星々の世界は今や我々の前に開けている。私たちの宇宙船に帰り着く港を与えてくれたパイロットに感謝します。広い宇宙が私たちの前に広がっています。私たちは今そこを目指し、繰り返し登っていくためのゲートを手に入れました。そうか、彼女の帰還はこの日この瞬間だったか。この未来を与えてくれたパイロットに感謝を。未知なる空へ。人間の可能性をつなぐロープは残ったよ、じいちゃん。